次は、アイナイハルカプロにお越しいただきました、自己紹介、今お名前言っちゃったんですけど自己紹介改めてお願いします。はい、アイナイハルカです。ダーツは今、7年ぐらいやらせてもらってます。はい、はい、アイナイさん、のインタビューをしていくんですけれども、まずですね、普段、東京の方で投げてるかと思うんですけれども、お店の方をご紹介いただけたら。はい、東京の渋谷区恵比寿にあるグランブルーっていうダーツバーで投げさせてもらってます。バレルのグリーンルームの直営店なので、バレルももちろん揃ってますし、おいしいお酒も料理も抜群なお店です。なんか最近はゼロワンクリケットカラオケっていうマッチシステムがあのグランブルーさんにあるっていうのを聞いたんですけど、恵比寿のお店にはカラオケはないんですけど、同じグランブルーっていう名前で人形町にもあるので、はいはい、そっちだと私自身も歌いに行ったりするところなので、ダーツは抜きで遊びに付き合ってくれる人待ってます。そうなるとハーちゃんの歌が聴けるわけですね。ね、ちょっと頑張って歌うんで聴いてもらえれば。もうそれは聴きたい人いっぱいいるんじゃないでしょうか。じゃあ、今年最終戦迎える前に、まあ、セッティング、今年使ったセッティングはどんな感じか教えていただければ。もう今あのシャフトもフライトもセッティング自体は変わらないんですけど、自分のグリーンルームのバレルに260と自分のフライトシェイプの形なんですけど、もう自分はこれが一番もう安定してて、もうこのセッティングで4年5年ぐらいはこのまま変えずに投げてて、軌道も見やすいですし、一番これが信頼できるセッティングかなと思って試合に出させてもらってます。あのダーツとの信頼関係って私もすごい大事だと思ってて、あのまさしくアイナイプロの言う通り、4年使ってるっていうことで、もう信頼関係もバッチリで、信じてそのダーツ信じてやってるんだなっていうのが伝わってきました。じゃあ、最終戦がまあこれからっていうことで、そちらに向けての意気込みを。はい、まあいつも精一杯自分のダーツを続けるっていうことしかできないんですけど、まあそれを必ず出してそれ以上 120% 出せるように、まあ、最終戦を迎えて、応援してくださる方にあの恩返しをしたいと思っているので、はい、精一杯やります。またあの最終戦迎える前にね、来季の話なんかもいろいろ浮上してるみたいなんですけど、まあその辺はまたおいおい皆さん気になるかとは思うんですが、またそちらは置いとかせていただいて、ではですね、ファンの方に向けてメッセージをお願いしたいと思います。はい、自分らしくダーツを続けていくので、笑いあり、一生懸命もあり、ダーツを一生懸命やるので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。今日あの夢メッセということで、いつも TDC は瑞鳳なんですけども、アイナイさんにとって瑞鳳じゃない TDC っていうのはどうかなと思って、そのところ聞きたいんですが。あ、うわー、めっちゃこぼれてる。あ、やばい。ですね、なんか仙台であのお邪魔させていただくときは瑞鳳の会場がやっぱり多かったので、なんか親しみはあったんですけど、ここの会場でも皆さんが変わらずダーツを通じて盛り上がってるので、なんだろうな、変わらずそれは続けてほしいし、それをできるように自分もお手伝いしたいと思うので、ぜひぜひ。はい、はい、もう仙台のみんな、本当はーちゃんのこと大好きなんで、普段から私耳にタコができるから聞かされてて、はい、私も好きなんでね、でも本当に。あ、ゲームですか。あ、何が何が、じゃあアイナイプロも、午後は取り押さえるということなんで、今日はアキホプロとあと青とプロとアイナイプロで豪華な取り押さえですね。頑張ってください、お互い頑張りましょう。はい、では、アイナイハルカプロでした。ありがとうございます。